ただきます。めっちゃかぶらない。説明してください。今日もパンを作ってきました。あら、やった。はい。砂おばさんのパン。セラおばさんの。後半短い。コックさんのパン。カメラの方見ていただいて。はい。言わなかった。じゃあこれはちょっとゆうたさんに。ええ、もしかして何それ。え、うんこ入ってきてる。お前はこっちだ、こっちだったんかい。ゆうたに見ていいですか、もう。どうぞ。大丈夫。あー、うわ、ベーコンエビだ。そう、すげえ。え、すごいね。え、マスタードとかだって。よかったじゃん、ゆうたそれ全部食べる。一人でそれ全部食べるって。よかったね。え、俺全部一人で。今からでもちょっと、ベーコンエピはやっぱ難しい。うまくできなかった。もこれとかめっちゃエピだ、ベーコンエピ。エピだな。エピ。エピにしては白すぎる。白すぎる。こちらのエピは白すぎる。なんでちょっと今日は、あ、ちょっと待って、あ、どうしよう。どうする？どうする？あんまり悪いな。みんな尻向けることあるね。やよ。後ろでやるわけ。ああ、うん。今日もパンを作ってきました。うん。お、やった。じゃあまずこれは。ゆうたさんに。なんだ？俺だけに。うんこ入ってんじゃねえの。俺にだけ。いじめられてるから。どうぞ。開けてみます。お、エピだ。初めて見た。初めて見た。初めて見た。エピだ。エピだ。でもちょっと白すぎた。そう、ちょっとエピもなってきた。ベーコンエビにしては白すぎる。大正解。よっしゃ。確かに、ね、なんかマスタードとかちゃんと入っててすごい。それさっき言ってたよ。あ、もういいんだ。まあ、まずそこ言うたら、ね、いただきます。正直でまだ喋んないよ。やっぱなんかそのベーコンがやっぱうまいわ、ベーコンエピだから。あ、まず、なるほど。あとその、まず正直なあれで言うと、俺はもうちょっと硬い方が好き。何様だバカ野郎、痛いからしろよ。大丈夫だ、なくすな。あー、やばい。安心しろ、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 俺食ってちゃんと感想言ってくれるから。おい、ババチビロほどうめえぞ。ババチビロ、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 そんなことない、これ言うたがさ、言うから。すごい美味しいんでしょ。どうしたのか、ジジゲを吐き出してる。そんな見せられないよ。逆にかわいそうじゃない。うまっ。俺今日何も食べてなかったからさ。俺もなんだ。ありえないぐらいうまいじゃん。めちゃくちゃうまいわ。よかった。え、でも、うん、って言うたら余計なこと言ったけど、本当にごめんなさい。前回の生地より全然パンになってる。ああ、うん、なあ。いや、
びっくりしたもん、ちょっと。でもマジで全然市販のレベルじゃない。うん、ちょっとね、発酵を頑張った。あ、そうするとこの生地全然違うもん。うん、柔らかみ。マジでもう一個食いたい。マジで全然、前回のはなんかお菓子っぽかったんだけど、あ、なんかパンだもん、うん、めっちゃ。そう、前回素朴な感じだねってみんなで言ったけど、今回味がめちゃくちゃ濃いわ。まあ、それベーコンのね、あれもある。でもなんかうまいコシがしっかりしてる。思ったよりみんなが褒めてくれた。うん、もう美味しいよ、うん、まあ、けど、その、うん、ベーコンエピ完成ではなかったから、なるほど。でも、なんかそのパンとして美味しいから、それでエピかどうかってことでしょ。あ、そう、ね、ほんと間違えちゃってる。ベーコンパンとしてはすごい。いや、もう、うん、ありがとう、めっちゃうまい。いや、みんなそんな食べてくれると思わなかった。もう、なんか、だから一応その蒸しパンも作ってきたんだけど。ルーがいないリクエストの本人が保険で。こっちはじゃあ、自分の中でめっちゃ蒸しパンもパンって感じ、うまくいったな。蒸しパンはまずじゃあ、ゆたら食うか。そうね。でも正直に言ってよ、そのさっきのを踏まえて、はい、ただ褒めるとかは違う、この企画にね、そぐわないもん、ね、そうそうだね、クサのためにもならない。一旦こっちなんじゃない、プレーン、うん、美味しそう。もう、ね、工夫して作ったものにね、プレーンっていう言い方ちょっと失礼かなと思ってうめえ。そしてブレインオーバーに。チョコチップ。いただきます。どうだ。まあ、その蒸しパンっていうよりもその。パウンドケーキ。何さ、バカ野郎お前は。大丈夫さ、バカ野郎。俺とサラダが行くからね。違った。そうですね。蒸しパンにはない。そんなれた。あ、美味しい。あ、1個でいいかも。そう、ほんと美味しいってなるんじゃなかった。そしたらこっちの方が自信あったわ。こっちの方が、いや、てか蒸しパンは簡単にできる、うん、その工程が少ないし、うん、蒸す、ただ蒸すがいい。マジで最低なことかもしれないけど、うん、俺が作った方がうまい。蒸したらできると思ってるから、蒸しパン。そうだよね、うん、蒸しパンの元で作った。うん、だそれはすごいよね。だから、うん、ああ、蒸しパンはあるじゃん、もう、うん、あ、だそれで作ったやつの方がまた美味しい。いかなり重たい。重いよね、でもスイーツとしてはめちゃくちゃいいけど。鬼まんじゅうに近い。あ、うん、あ、なんかね、まんじゅうとか。まんじゅうパンはね。確かに。ちょっと待って、エピうまっ。おい、お前なんとなくその村数の分かなと思ってるから食ってなってマジで何個でも食いたいわ、これ。いや、ちょっと村数ちょっとさ、ちょっといい、いい。ちょっとさ、蒸しパンをまずさ、食べて。確かに。で、逆でちょっとさ、ビリケースを先に、うん、こっちがうますぎたのかもしれない。それは、うん、そう、蒸しパンかと言われたら、あー、なんか田舎で出てきそうだね。はい、失礼。田舎にも失礼。田舎にもクズだけど失礼。すごく嫌、すごく良くないこと言う。ものすごく失礼だよ。いろんなところに郷土料理として美味しい。あー、まあ、郷土料理はちょっと分かる。言ってることは歴史がないと納得いかない。歴史が分かってないか納得がいかない。まあ、一回もう一回これ食ってみて。ベーコンエピいただきます。うまい。ねえ、ほら、そうだって。うまいよ。
いや本当にすごいこれ、うん、本当に東京の味するだろう。これは東京最低だよ最低だよこれはロゴポリにも程がある飯全部2種類都心加工品がでもこっちはマジですごい、この短期間でこんな美味しくなるんだ、これ伝わんないよな映像で。も映像でも明らかにそのパンとしての形のなんかクオリティが上がってる感じするもん、ね、エピだって見てもさ形をね、うん、もっと硬くなんかまあねさエピってさ、うん、でも俺これぐらいが好きやけどね、硬いパンあんま得意じゃないから、あ、柔らかい方が好きだけど、これは美味しくなかった手羽料理みたいごちそうさまでした。ごちそうさまです。あ、でもちゃんとみんな対外で素敵、本当だ素敵なグループありがとう。なんでゴミ持ち上げてる次は何を作るんですか。次はですね、うん、でも蒸しパンはちょっとまだ作りたいと思う。ヨウヤいるときにさ、リベンジなんていいな。確かに確かに今日でよかったよ。よかった、ほんと言うよ。よかった、本当だ本当だね。ヘルニア悪化したんだけど言うよ、あいつ嫌なやつ食べて最悪とか言うんですよ何これとか言うの。コンクリートみたいもう、確か自分で作ったものありがとう。うん。何ありがとうございます。パンを作ろう。エビもでも悔しいでしょ。エビも悔しいね。もっとできる。すごい。すげえ。あれ銀チョコロール食べたいんだけど。銀チョコロール。なんか商品名じゃないの。中にね、カスタードホイップ入ってて、上チョコチョコに、うん、あ、なるほど。チョココーティングとかってどうするの。難しそうだね。普通のチョコじゃないもんね。そう、最初チョココロネをね、作ると思ったんだけど、うん、こんなんできないと思って。あれのパンを焼いて中に注入するんじゃないの。そうなんだけど、なんかパンを巻いて、そうだよね、巻いて焼くんでしょ。そうだね、抜くってこと。なるほどね。で、チョコ、なんか溶けないチョコレートとかも作らなきゃいけないし、そういうのもあんだ、溶けないと。プロのパン、チョココロネのチョコってずっしりしてて美味しいもんね、うん、なんか、うん、もったっとした、うん、単に生地だね、だからね。そうだね、生地だから終わりに。ありがとうございました。あー、蒸しパンまずかった。まずくない。まずくや。違う、美味しい。そうなの、えずいじゃねえし。2個食ったから咳が止まらねえんだ、先が。